はい、お疲れ様お疲れです。様で。うちのね、アスポチャンネルもね、登録者数が233人になったよ。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。どう？その登録者が増えてきて。嬉しい？まあ1万人とか言ったら嬉しいね。ああ、1万人になるにはね、あんたが脱いだりとかね、なんか事件起こしたりとかね。バンになっちゃう。ああ、脱いだらね、YouTube はダメらしいんだけどね。バンになっちゃう。なんかしないとね、寝転がってるだけじゃ済まない。面白いアクションしないと。他の YouTuber みたいにね、なんとかドッキリとかって。ドッキリ。YouTuber あと何やってんだっけ？わかんないけど。売れる人は売れるなりのね、努力をしてるからね。うちはもう努力しようよ。そうだな。まあでも登録者数が増えてくると嬉しいでしょ。嬉しいね。うちは病気ネタとノイズ音楽。関係と、あと政治関係政治と、家。まあそういうの出してんだけど、病気ネタが多いわけじゃそうだん。ね。病気ネタって TV、まあそういうの出されるのってどう？いや、全然。あ、問題ないの？名刺代わりだから。中にはやっぱ嫌な人もいるわけじゃん。まあ、うちのやつはさ、そんな、病気のさ、苦しさとかさ、そういうのばっかり訴えてるわけじゃなくてさ、TV の面白さとかさ、まあそういうの出してるからさ、中にはバカにしてんのかな、とか言って思う人もいるかもしれないし。あんまり関係ないか。関係ない。関係ないね。いや、まあ、そういうのは出るな出るで別に構わないと。まあ、それならね、で、TV さんは、今日は、どんな感じでしたか？今日はピザパーティーしましたね。ああ、友達と。ああ、そう。眠れない友達とね。あ、不眠症の友達ね。ああ、不眠症の友達がいるんだよね。発達障害。その子、仲いいのね。仲いい。家も近いんだっけ？近い。ああ、そう、いいね。眠れないっていうのは、やっぱり、精神病にとっては致命的だよね。そうだね。TV をもらってる薬だって、眠剤が結構多いでしょ？いや、統合失調症の薬をと。なんて薬？エブリファイとか、エブリファイ。ミスパダールとか、眠剤？それは。いや、統合失調の薬。統合失調症の薬なんだ。調べればわかるけどね。ストマホで、お薬手あ、お薬手帳書いてあるな。あ、ちょっと読んでみて。パクシル CR、ジプレクサ、セロクエル、ピレンジア、サイレース、これ強力です。プレジニド錠、ラモンベロリン錠、リポリドール錠、デパス、アキネトン、まあ不安とか、そうなんだ。その中で一番強い薬は何？サイレス。サイレスっていうのは一番強いんだ。サイレスっていうのはどういう薬？いや、もう一番強力な薬だよ。で、そういうのも、まあ、統合失調症じゃない人も処方してる場合もあるけど、基本は統合失調症の薬なのかな？あ、そうか、だ不から。眠の子も似たような薬出てたあ、し。そう。でもなかなか眠れないんだよね。まあ、眠れないのはちょっとまたね、大変だよね。で、その子は仕事もしてるしね。仕事もしてる。仕事中眠たくならないかな。いや、眠れないんだよ。眠くないんだあ、そうか、そもそも眠れないのか。じゃあ、疲労感だけはあるんだ。じゃあ、まあね、ちょっとなかなかどうしてあげたらいいのか、難しいけど、まあ、悩みを聞いてあげてんのね。キム・ジョンウンがさ、コロナが怖くて引きこもってるらしいね。あ、そうなの。一回かかってるから。まあ、あんなやつはね、別にもう、ろくでもないからね、あいつはね。国民がかわいそうで。国民がね、結構コロナになったら、感染して、薬も食料もないところに隔離されて、そう、もうバタバタ死んじゃうよね。使い古された、あるのは体温計だけだ。ああ、そうか。もうかわいこそれうだもね。死んでいく。北朝鮮の人たちはかわいそうだな。んで、何の話だっけ。日本は世界の天国だ。ああ、まあそういう意味はあるかもしれないね。まあでも、ちょっと貧困は広がってるけどね。それで、不眠で苦しんでる人っていうのは、TV の周りにも他にもいる？
不眠はいないのか。あ、不眠は他にはいないんだ。うん、あ、そうなんだ。うん、TV は不眠症になったことある？不眠症っていうか、薬を飲まないで眠れなくて。あ、うん、薬がないと眠れなかったりするよね。そうそうそう。基本は薬ないとね。眠れないね。うん、で、大阪に前ツアーに行った時さ、うん、あの、次の日、大宮で、ね、2連チャンでライブやったけど、うん、その時はもう大変だったね。眠剤忘れたしね。そうそう、眠剤忘れたのが大きいんですよ。うん、うん、もうヘロヘロになっちゃったね。うん。やっぱ統合失調症もね、眠らないとね。うん。眠ってなんぼってとこあるからね。精神病そのものが眠らないと結構ね、悪化しちゃうよね。悪化するね。うん。眠らないで病気になっちゃう人っているでしょ。いるいるいる。うん。そうだよな。うん。うん。そうか。眠れないのはなんともな、うん。うん。なんともあれだけど。うん。うん。まあ、じゃあ、そういう人たちの力になってあげてください。はい。じゃあ、タバコ吸うのね。うん。はいはい。じゃあ、お疲れ様でした。はい。TV ポーズ、TV ポーズ。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。はいはいはい、お疲れ様です。はい。